っちの家からですね、最初は球団の提示額に従います。そう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 。はい、皆さんこんにちは。セカンドキャリアチャンネルの熊谷です。関村です。斉藤です。今日のスペシャルゲストはなんと元楽天イーグルスで大活躍されていた増田慎太郎さんです。よろしくお願いします。では、ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。元楽天イーグルスの増田慎太郎です。2006年から2018年まで野球をやらせていただいて、楽天イーグルスの日本一の時もグランドで日本一を経験させていただきました。これからよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。仙台市民で知らない人いないんじゃないですか。いや、それはそうです。道端歩いても皆さんもみんな、あ、知ってるなみたいな感じの勢いで、まあ、そういう時もありました。はい、はい、はい。今日はもうお越しいただいたって言っておきながらですね、なんと慎太郎のお店、おでん慎太郎さんに我々が来させていただいたって形で、このおしゃれなお店の感じはもうたまんない、ね、いいおでんの香りがしております。そうですよね。で、早速ではあるんですけども、慎太郎さんはもともとどこご出身で、まあ、どういったこう背景からこうプロ野球選手になろうって。出身は京都で、みんな同じようにスポーツ少年団から野球を始めて、はい、中学生の時はクラブチーム、はい、高校は奈良の智弁学園、全国の強豪校に行かせていただいて、そこからドラフトで高卒で仙台のラストボールですよ、はい、エイルスさんですね、はい、指名していただいて、はい、智弁学園さん相当強豪なんで、うん、めちゃめちゃ厳しそうな、なんか裏話があれば聞きたいなーっていう。最近ね、なんか過去のことでも問題になる、はい、あー、そうですね、後輩に迷惑はかかる、ね、やばい時はあのピー入れていないんで、はい、まあでも大変な高校でしたね。あー、まあ、ザ高校野球、ザ高校野球ですね。3月の後半末ぐらいかな、入学前に練習参加するんですけど、まだ入学してないのに、マジか。だいぶアグレッシブな指導をしていただいたってことで。そうですね、まあ、練習で言ったら、今は多分この時代やったりのグラウンド100周からスタートとか、例えば 100m のタイヤ引っ張って走れるとかでも、タイヤ100からみたいな。10本とかじゃないですか、ここが本当。えぐいっすね。元々も高卒でプロ行きたいっていうのがあって智弁学園さんに。いや、それはちょっといろんな経緯があったんですけど、元々 PL 学園ってご存知ですか。もちろん。そこを希望してたんですけど、行けるってなってた中で、これもまた僕が中学3年から高校行くときに PL 学園が不祥事で、それもまた暴力事件で、多分活動停止だったんですよ、うん、その時の高三が今の楽天の監督の今井さんとか、おお、高校3年生で、でも僕はそれでも行きたかったんですけど、うん、まあ、僕の親とか、うん、当時のクラブチームの代表さんとか学校の先生が、うん、そういうところに行かしたくない、だってなしになって、うん、でじゃあどこ行くみたいに行くとこないぞっていう時に、智弁学園さんが、智弁学園って10人しか取らないんですけど、今はちょっと増えてるらしいですけど、うん、でも11人目として一枠作ったで拾ってくれたので、その時は高校行って野球やるのをやめようと思ってました。それぐらい PL 行けへんねんからもういいや。あ、そのぐらいの最初は感じになりました。バカの日本に来たくないしみたいな。結果としてはなんか卒業3年間頑張って卒業じゃないですか。はい、入ってればよかったと思って。ありえますかしら。いい仲間と出会えたっていうのがまず一つですよね。うん、それ以外思いつかないですよ、ね。甲子園も行けなかったし、ああ、そうなんだ、天理高校行かしたんですね。そうか、天理がスタートだったので全部天理に負けて甲子園行けず3人。おお、そうか、1回も出れず、ね、どういう心のメンタル状態で厳しい練習を継続できたのはなぜですか。目標あったからじゃないですか、プロ野球選手。ああ、多分それだけだと思います。寮生活だったんですけど、病院に出だすこともいたし、うーん、どういうきっかけでそのプロに、うん、目にかけていただいてプロになれたの。それは運が良かっただと思うんですけど、楽天イーグルスの当時スカウト、今は違うんですけど、はい、の息子さんが智弁学園に
入れ替わりぐらいの泳ぎでいて、はい、智弁学園の監督とも仲良かったので、うん、智弁学園にはよく来たんですよ。でしかも、まあ、そのスカウトの方も奈良に住んでる方だったので、そのつながりで智弁学園によく来てて、僕がプロ野球志望っていうので、監督とか部長さんもそのスカウトの方に越してくれてて見ていただいて、まあ、あと聞いたんですけど、本当もスカウト当日まで分かんなかったんですけど、当時高校生ドラフト、大学社会人ドラフトっていう2つの分かれ方の高校生ドラフトの、まあ、最下位なんですよ。スカウトは見ていい、推薦はするけど最終決定はやっぱり GM とか監督とかで、監督とか GM とか始めるから、本当当日まで指名があるかどうか全く分からないです。指名を待つ時のそれこそこの様子というか、あーでも僕は本当なんていうんですかね、ドラフト1位で絶対いけるみたいな感じじゃなかったんで、楽観的というか、まあ授業中やったんですけど、その高校生ドラフトっていうのがお昼ぐらいだったんで、その時の先生も何ドラフト見ようって、まあそうですね、いやそう、それはそうですよね、最後の最後呼ばれたんで、うわーみたいな、今日こそ全体でどういう感じなんですかね、ドラフトで指名されてから入団するまで。もしスカウトと人生部長が何日後かに来て、そこで何か交わしてるんですよ、仮契約みたいな。価格ももう あっちのいいねってあれですけど、最初は球団の提示額に従います。そうそうそう、もちろん18の寮生活でプライベートもなかった自分がいきなりこんなお金提示されて分からなかったです。ドラフト1位の人に比べたら3分の1以下とかそんな金額ですけど、それでもやっぱ当時のものでしたら見たこともないようにするし、めっちゃいい契約金だよ。誰が言うんだろう、ユウさんも気になってるかなーって私らしいです。でもその時で3,500万ですよ。おー、最悪に1000円からいきなり3,500万円。年俸が当時で600万です。お、東京のサラリーマンも多分主任クラスぐらいで、言うて多分28級ぐらいでもらえるような年収を18からですもんね。1年目のお金の使い方って難しいんですか。とりあえずなんか遊んでましたね。ご飯食べに行ったり買い物したり、いろいろ使いました。使いたくもなりますね。確かに確かに、生活寮生活って自由がなくて、でいい意味でお金も入って親孝行もしながら欲しいもの買ってみたいな。でも最初も寮なんで、まあ、仙台来て一人暮らしじゃないんで、楽天の寮に3年間入りました。それって選べないんですか、寮生活なのか。あ、自分で一人暮らしという時は選べなかったと思いますね。選択肢を与えられた記憶がないです。いきなり1,000〜2,000円からボーンってお給料いただいて、ある程度こう球団側としても管理してあげないと。あ、でも管理されないですよ。あ、そうなんですか。そういう管理は一切ない。いきなりいい大人扱いな、子供扱いされることもないし、高卒で入って大事マナーを教えてもらうとかもないし、失敗して怒られて覚えると。へー、自分のマナーを知らんのか。毎日のように先輩とかマネージャーとかに言われて、あ、そうか、そうかと思って、何回かお店もさせていただいてます、うん、気遣いとかもすごく細かいですし、フットワークも軽いですし、野球選手ってそのあたりの教育すごいですよね。仲良くなった先輩次第だと思うんですよ。こいつダメやなみたいな先輩についてた後輩とかはちゃんとしてないですよ。ちなみに慎太郎さんの先輩はどうなったんですか。仲良かった。あ、そうです、面倒そうな教育士で、はい、島本博。おー、島本博和也。おー、めっちゃ僕のピッチングコーディング小山慎一郎さん。あー、先輩は仲良かったです。あー、誰につくかみたいなのは勝手に流れで流れてる。でもなんか自分から一応この先輩したっていこうみたいな。あ、なんか長いですね。でもやっぱ好きな先輩と一緒に行きたい、うん、そうですよ、ね、っていうのが多分好きなんです。野球とかも教えてもらえますよ、こういう時に落としたいんですよ、そういう時からですよ、女子は楽しいとかとか声かけてもらうようになっていう感じですか。活躍する打率でいうと、そういうちゃんとしてる人たちの方が活躍する高いのか、
若干チャランポランでもなんかタバコ吸いながらなんかお酒飲んでもなんかもう余裕っしょだから活躍するってことは、なるほど、確かにこれどっちの方が技術って難しいとこっすね。技術だと思います。私生活とかチャランポランでめちゃくちゃでもめちゃめちゃ活躍する人ありますし。いや、そうっすよね。逆に悔しいとかって、まあ、何ですか、こう確かにチャランポランで朝までキャバクラ行ってなんかウィーってやってる人に活躍されちゃう。まあ確かにそうみたいな。で遊ぶ人たちは意外とすごい練習する人なんですよ。僕らもまあもちろん遊んでましたし、はい、朝明け方まで出たりしてしょっちゅうありますけど、うん、でもみんなそういう人たちって球場早く行って行ったりとかするのに体を動かすとか、試合終わった後でも一人で練習するとか、はい、人が多いです。ジャンスギーで飲むよ、うん、それでダメになる人もいますし。そうですか、ビジネスパーソンが終わっても確かに学生時代遊んでた子の方が絶対社会人になってから活躍できたりはするんで、余裕感とかこうコミュニケーションって今どこも話題になってるのはやっぱ遊ばなすぎたり関わらなすぎるがゆえに振り幅がないってことですよね。やるところと遊ぶところの振り幅ある方が人は多分魅力になるんで、野球一緒なのもそうですね。イチローさんとか大谷君みたいに突き抜けるなら遊ぶときに必要なんですよ。楽天で活躍されたじゃないですか、そのブレイクゾーンにこうグワーってなったタイミングとかのきっかけってそうあったんですか。大野監督が2011年から来て、はい、前につけてくれて、まあ、試合で使ってくれるようになったところなんですけど、ね、その時吉野さんとか、まあ、デーブさんとかこれを使ってくださいみたいな、ちゃんと使ってくれてたんですよ。最初僕はレギュラー取れなかったんで、それこそレギュラー取れるなって思った2012年、最後1ヶ月頑張ったらギリギリ規定打席とか打率とかもいいとこにいけるかなと思った。残り1ヶ月ぐらいで規定打席して、そこから2013年かの春ぐらいに2013年開幕間に合って、開幕のスタメンで出させてもらって、結構1週間後ぐらいについて、自分で掴めるとこを話してきて、よく言われたんですよ、せっかくレギュラーなれるチャンスを手放すから、お前とかレギュラーにはね、食べたいな感じで、夏ぐらいにまた復活して、その時もまた使ってくれたんですよ。で、次の年も開幕スタメンの中で、レギュラーなれるなってなった1ヶ月ぐらいまた補足したんですよ。レギュラーのチャンスを与えてもらった3年間で3回大きな怪我をして死んでいた選手でした。それも優勝選手優勝っていう経験の場合から入れましたし、優勝の時も田中マー君が、もう噛みなかったっていう選手みたいな、もう出たら絶対勝つみたいなすごい無双状態だったんですか。慎太郎さんから見て当時の田中マー君さんのここすごいわこの人っていう、なんかマルヒ、もしエピソードがあれば。あんまり練習しないのに大活躍です。意外ですね。もちろんやってるんでしょうけど、はい、まあ、走ってるとこを見たりとかですし、トレーニングとかも多分あんま好き、今はやってるでしょう、当時は分かんなかったし、ただのトレーニングとストレッチしてるみたいな印象しかない。今キャッチボールしてしまう。マー君の休養明細見たときに、ネット見てましたそんなもない額やったんですよ、1ヶ月の給料なんで、はい、それこそ田中マー君さんぐらいのあんだけの額もらってる人たちって、うん、そんぐらいもらって嬉しいとか、なんかもっと稼ぎたいとかっていう、なんかそういうのあるんで、多分見ててないと思います。近くで何億とかもらってる人を見させてもらいました。お金に無頓着な人が多いです。1000万、2000万ぐらいの人たちの方がブランドも集めてあっていう感覚。こう何にお金を使ったりとか、うん、引退も来るじゃないですか、そういうロックプレイヤーたちも、どういう未来を当時なんか見ていたかなって感じられてます。未来に投資したいなとか話してる人たち、どっかで近い投資系には興味がある人多かった。外部の人よりもそれ先輩たちからの情報を聞いて、あ、いいのこれやってみようみたいな感じなんです。最近のでももっとそういう思考になってるんで、寄ってくるみたいな少ししませんか。そうっすよね、そういう人に預けてるって言ってるって言いました。あ、そう、大丈夫かって
確かに。当時の自分にアドバイスすることってありますか？あります。いっぱいあります。それ聞きたいですね。それと遊ぶ時はちゃんとしなさい。もう今言われてる気がします。あとは練習とかにしても、うん、妥協した日もいっぱいあるわけですから、もうちょっと練習しようかな、でもしんどいし、うん、今日はちょっと休もう、うん、それが良かったのか悪かったのか、休みももちろん必要ですし、うん、でもその半分ぐらいは休もうと思った日を練習するしとくもよかった、うん、そういうのが後悔もあります。トレーニングにしても当時もずっと自分で勉強して、うん、トレーニングコーチの言われるがままにやるんじゃなくて、うん、もっと自分で体の勉強してやるのかな、すごい思います。気づくのって引退の後に気づくんですか？僕は引退 してから気づく。引退しても今5年経つんですけど、うん、最近になっても今だに思います。今の子って意識高い選手が多いので、ね、スマホたちを見てると田尾谷君もそうですけど、うん、20代から知識の食事からトレーニングの手口まで管理できるってすごい。